頑張りますみたいな。はい、頑張りますみたいな。ちょっと A さん、あの、全員からスマホを募集してください。私、中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る悔しさを握りしめすぎた。拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。君の歌を戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中も震えながら登って行け。暗い水の流れに打たれながら魚たち登って行く。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに打たれながら流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない。それでもとにかく戦いの出場通知を抱きしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登る。縄文が田舎の町に後足で砂場かけるって言われてさ、出てくならお前の身内も俺用にしちゃるって言われてさ、うっかり燃やしたことにして、やっぱり燃やせんかったこの切符、あんたに送るけんもっとってよ。二巡で文字と私男だったらよかったわ。力ずくで男の思うままにならずに済んだかもしれないだけ。私男に生まれたらよかったわ。小魚たちの奴隷キラキラと海の中の国境を越えてゆく。諦めという名の鎖を身をよじってほどいてゆく。ファイト、戦う君の歌を戦わない奴らが笑う。
私のこの前